はい、ともチャンネルです。今の私の部屋からね、お風呂場の方にちょっとお伺いいたします。自分の部屋でね、お伺い、そんなわけでね、着きましたのはガラスの前です。ガラスの曇りって多分ね、すごい気になってる方いっぱいいると思うんですけども、今回はこのガラスをきれいにね、曇りを取ろうと思います。このガラスの曇りっていうのはもともとね、新しい時にはついていないはずなんですけども、使っていくとどんどんついていくように、感じると思います。なのでね、今回はこのガラスをきれいにしていこうと思います。でとりあえず今どういう状況かというと、お湯をかけるとね、こんな感じになります。はい、じわーっと下から曇りが上がっていくのがわかると思います。もう一度やります。はい、同じくやっぱり下からね、じわーっと曇りが出てくるのがわかると思います。この曇りをね、どうにかして取ろうと思います。その前にまずここをね、片付けないとお話になりません。はい、片しました。で、下の方は、いや、私もね、毎日ではないんですけどやってます。だけどやっぱりね、月に1回とかだとこういう風にね、汚くなってしまいます。なのでせっかくなんでね、もうこういう時にしっかりと汚れ、曇りの方を落としていきたいと思います。で、用意するのは石鹸です。この石鹸はですね、普通に売っている石鹸なんですが、無添加石鹸です。そしてこれは普通のスポンジです。石鹸の方を今つけました。ではここからね、分かりやすいように半分だけ磨いていこうと思います。ここからはね、ノンストップで分かるためにやっていきたいと思いますので、お見苦しいところも見せるかと思いますけども、ご了承ください。ちなみにね、これ力はほとんど入れていません。スポンジのたわしの部分に石鹸をつけて、軽く、まあ、撫でる程度にね、力もあまり入らない場所ですので、軽く、そして全体をね、しっかりとやっていく感じで洗っています。力は入れていません。もちろんスポンジが落ちない程度には力を入れてるつもりですけども、まあ、私の感覚では本当に撫でているような感じで洗っています。はい、こんな感じでね、半分だけとりあえず洗いました。で、ここからね、水をかけてどういう風な状況になるかご覧ください。わかりますでしょうかね。半分だけ綺麗に水滴、曇りがつきません。まあ少し右端の方残っていますけれども、まあこの辺はね、しっかりとちゃんとカメラを持たないでやれば綺麗になると思いますのでね、残りの半分もね、同じようにこれでやっていければもうすごい綺麗になると思います。ではやっていきましょう。あ、その前にね、下の方もやっぱり汚いので、ちょっと一緒にね、やってしまいたいと思います。はい、しっかりと洗いました。そして水で流す、まあ水というかね、お湯で流します。そうするとね、やはり曇りは出てこないんですね。無添加石鹸でしっかりと洗えば、こうやってね、曇りの方はつきません。なのでわざわざね、専用の洗剤を買わなくても無添加石鹸を使えばね、綺麗になるということです。で、下の方もやはりね、綺麗になっています。なので無添加石鹸はね、まあ万能の洗剤なんじゃないかと思います。ではまた。